皆様こんにちは。気象予報士の尾崎智美です。近年1時間50ミリを上回る豪雨は増加傾向にあります。そして近年の雨の降り方は局地化、集中化、激甚化していると言われています。台風などによる大雨により毎年全国各地で水害が発生しています。災害時に市町村長には状況に応じた適切な判断が求められます。そのために事前に対応方針を定めておくなど関連する機関との連携を踏まえた準備をしておくことが大変重要です。市町村長が水害時に担う責務や情報収集の方法など皆様に理解を深めていただくためにこちらの VTR をご覧ください。これはあなたの街でも起こりうるフィクションドキュメンタリーです。9月19日、台風12号が近づく A 市では夕方から急激に雨が強くなっていた。その勢いは深夜になっても全く収まらず、市役所では災害対策本部が設置されていた。河川の水位が上昇している。雨も降り止まない。どうしたらいいんだ。すでに避難所に達しています。この間は氾濫危険水位を超えるかもしれません。そろそろ避難勧告発令したら良いのではないでしょうか。しかし深夜に避難勧告を出せば住民の混乱も予想されます。河川事務所に助言を求めてはいかがでしょうか。河川の水位が上昇しています。避難勧告を発令すべきか迷っています。3時間後には氾濫危険水位を超え、その後も水位は上昇し続ける見込みです。堤防の高さに水位が到達する前でも堤防や地盤から水が噴き出す漏水が発生し堤防が決壊する場合があります。わかりました。早急に避難勧告を発令いたします。それでは洪水に備えて事前に何をすべきでしょうか。避難勧告の発令に着目した事前の備えとして水害対応チェックリストについて紹介します。水害対応チェックリストとは、このように気象状況や河川の状況に応じて河川事務所からどのような情報が入り、その際に市町村ではどのような対応をする必要があるのかを整理したものです。水害対応チェックリストを作成しておくことで気象状況や河川の状況、河川事務所からの情報に対して市町村がすべき避難勧告などの具体的な対応をあらかじめ明確にし、状況に応じた適切な対応ができます。水害が発生した場合、リーダーとして何をすべきなのでしょうか。過去に大きな水害を経験した市町村長で構成されている水害サミットが発信する教訓をご紹介します。水害サミットとは、全国の大規模水害被災地の市町村長の集まりです。被災時の体験や現場から得た教訓を語り合うとともに、情報を全国に向けて発信しています。まず、この水害サミットで話し合われた災害時にトップがなすべきことの一部をご紹介します。一つ目に、命を守るということを最優先し、避難勧告を躊躇してはいけません。2つ目に、判断の遅れは命取りです。何よりもまずトップとしての判断を早くすることが大切です。3つ目に、人は逃げないものです。逃げない傾向を持つ人を逃げる気にさせる技を身につけることが大切です。ここからは、水害を経験した3つの市町村が水害から得た教訓をご紹介します。最初は、新潟県三条市における被災実態と市長からのメッセージです。新潟県三条市では平成16年の水害時、観測開始以降最大となる474ミリの大雨となりました。この大雨により死者9名、重傷者1名の被害が発生しました。平成16年と平成23年の2度大きな水害を受けました。その時の経験でつくづく感じているのは、災害、とりわけ水害が特に言えることだと思いますけれども、初動段階が非常に重要だということです。実際災害というのは、災害が発生した時
その直後が大変なのはもちろんでありますけれども、それから2ヶ月、3ヶ月、半年と続いていく災害復旧段階が非常に重要です。ですが初動段階で過ちを犯してしまえば、住民の皆様との信頼関係も失われ、マスコミとの対応も大変な状況に陥ります。それによって大切な大切な災害復旧段階における貴重な時間を私たちは奪われかねません。私たち三条市も実際にそういうことを経験いたしました。水害における初動段階で何が大切なのかというと、避難情報をいかにタイムリーに的確に、そして一人残らず全ての皆様方にこの避難情報を伝えるか、まあ、ここにかかっているわけであります。初動段階イコール避難情報を適切に出す、ここを我々市町村長はいつも念頭に置き、日頃からその備えを怠ってはいけないと思っております。三条市長からのメッセージの要点は、初動段階が非常に重要であることです。初動段階で過ちを犯すと、住民との信頼関係を失い、マスコミ対応も大変な状況に陥ります。避難情報をタイムリーにすべての住民に伝えるとともに、市町村長は初動段階イコール避難情報を的確に出すということを念頭に、日頃からの備えを行っていく必要があります。次に、新潟県見附市における被災実態と市長からのメッセージです。見附市では平成16年の水害時、観測開始以降最大となる423ミリの大雨となりました。この大雨により見附市内では5カ所が破堤、土砂災害は90カ所で発生しました。災害をいくつか経験をしてきた中で、私ども、4つの段階を準備することによって災害の質と量が変わるというふうに思って今対策を取っております。1つ目は私どもの、河川といいますと、それに関係する、上流のデータ、そのそういうものがどのような形であるのか、入手できるのか、的確にまた早くできるのかというのを事前に準備する、これが大事だと思います。2番目に、その入手したデータがどのような関連を持っているのか、そしてその下で客観的に避難準備情報、それが避難勧告というふうな形で発令できる、その判断のチャートを事前に用意をしていく。3つ目は、それを判断したものを住民にどのようにお伝えするのか、それには非常に多角的に多層的に多くの種類で準備するということが必要なんじゃないかと思っております。都市では今13ぐらいのルートで市民にお伝えすることを考えて進めております。第4段階目は、それを入手した住民がどのような形で的確にまたはスピーディーに避難ができるのか、それも準備をしてまた自覚してもらうというのが、事前に住民の人たちに判断力を持ってもらうというのが大事なんじゃないかと思います。この4段階が災害の初期に準備できているかどうかによって、現在災害の質と量が大きく変わってくるように思います。見附市長からのメッセージの要点は、水害対策のために4つの段階を準備することです。1つ目は、的確な情報を早く入手できる準備をすること。2つ目は、避難勧告の発令などを客観的に判断できる準備をすること。3つ目は、判断した情報を多様な手段で発信すること。4つ目は、事前に住民に避難判断力を持ってもらうことです。それぞれの視点をあらかじめ準備することで、水害の質と量が変わることになります。最後に、兵庫県豊岡市における被災実態と市長からのメッセージをご紹介します。豊岡市では平成16年に1時間におよそ40ミリの激しい雨が降り、水位が1時間でおよそ 1.6 メートルも上昇し、堤防が決壊しました。その結果、8割以上の住宅に設置していた防災無線により避難勧告・避難指示を放送したにもかかわらず、多くの住民が逃げ遅れ、死者7名、重傷者23名の被害が発生しました。
災害の危機が迫ってきたとき、市町村長にとって最大の課題はいかに人々を逃がすかということにあります。しかし人は逃げません。正常化の偏見と呼ばれる強い心の働きによって世界中で人々は逃げ遅れています。その逃げない傾向を持つ人をいかにうまく逃がすか、ポイントはまず平常時にあります。避難勧告等の意味を住民に伝え、そしてたとえ真夜中であったとしても、空振りになる恐れがあったとしても躊躇なく発令することを伝え、そして最終的に逃げるかどうかの判断は住民自らしなければいけないという覚悟を求め、そして行政は住民の判断に役立つように情報を的確に収集し伝える技を磨いていかなければなりません。そしていよいよ危機が近づいてきたとき、危険が刻々高まっていることを具体的に人々に伝え、そして最後は避難勧告、避難指示等を躊躇なく出していく、それしかありません。事前に躊躇なく出すことを人々に伝えておけば、いざという時の躊躇がなくなります。市町村長は重い責任を負っています。その責任から逃げることは誰もできません。お互い覚悟を決めて頑張っていきましょう。豊岡市長からのメッセージの要点は、逃げない人々をいかに逃がすかであり、そのポイントは平常時にあります。平常時から住民に避難勧告の意味を伝え、最終的に逃げるかどうかを判断するのは自分であるという覚悟を住民に持ってもらうことが大事です。そして行政は住民の判断に役立つ情報を的確に収集し、伝える技を磨く必要があります。その上で避難勧告、避難指示などを躊躇なく出すことが大事です。